はい、ということで今日は海物語でございます。ペック説明お願いします。はい、はい、射程が一番下だと 119.8 分の1、はい、で上が 106.5 分の1、はい、で核変中だと 19.9 が一番下で、うん、一番上で 17.7 分の1と、うん、まあ、設定が1から6まで1、2、3、4、5、6と6段階設定になっております。い、まあ、設定1でも119分の1、設定6で106分の1と、まあ、そんなに差ないかなっていうふうに感じるんですが、そうですね、まあ、1日打っていくと結構な差になってくるかなっていう感じですよね。うん、で確変中の大当たり確率にも、設定差がついておりますので、この台、100% ST 機ですね、はい、10回転の ST に入るんですが、そこでの大当たり確率も、設定1だと 19.9 分の1、はい、で設定6だと 17.7 分の1、はい、ということでそこでもやっぱ高設定の方が当たりやすいというところなので、うん、まあ、設定カンパの、ね、あの演出とかもありますので、まあ、その辺をね今日は見せながらですね、やっていけたらいいかなと思います。はい、はい、タイガーどこってことね。タイガーちゃんはもうちょっと待ってればそのうち出てくると思うよ。そうですね、うん、頭がライトに反射して眩しいよ。新店長誰だろうな、誰でしょうね。毎日あっちゃんの企画丸つぶれじゃないか。そうね、いろいろね考えるんですけどね、皆さん思うように出してくれないんでね。そうそう、マッシュサムのコスプレしてみて。コスプレってことは脱げっていうことですね。そうだね。昨日はニャンコの日でしたね。お二人は犬派猫派どっちですか？僕はどっちだろう、犬の方が好きですかね、どっちかというと。僕も実家で犬を飼ってたのでどっちかというと犬派ですかね。でも猫も好きです。うん、マッシュ海モードがいい。海モード、なるほど、うん、まあ徐々に飼いながらやりましょう。沖縄2だと女の子がぬるっと出てくるよね。下からぬるっとね、うん、そうですね、ここが今ぬるっと出てますね。はい、こんばんは、久しぶりに生放送を見てます、ありがとうございます。今日は誕生日なんで当たり見せてくださいね。あ、頑張ります。誕生日おめでとうございます。あれ富士さん、え、あの人と一緒じゃないですか。中氏は2月22日だよ。そうですね、中氏、日付変わっての話ですかかな、どっちかわかんないけど、おめでとうございます。おめでとうございます。ちなみに、はい、アピールするんですけど、うん、僕も誕生日近いんですよ。もういついつ26です、今月の。あ、もうすぐじゃん。もうすぐですよ、もうすぐじゃん。そうなんですよ。え、じゃあ育毛剤でもあげようか。ありがたいけど。あ、で何歳なの？28っすね、次で。あ、28か、もう28かっていう感じになっちゃうよね。やりましょう。まあ、だって会った時はまだ25とかぐらい、まあ、そんぐらいだよね。こんばんは、今夜は放送に新店長出ますか？出ます。出ます。マッシュ一人だとめっちゃ喋るな。マッシュ基本喋るよ。うん、そうですね、集団になると僕喋んなくなるタイプ。埋もれていくタイプ。そう、俺25誕生日。おお、素晴らしい。みんな近いじゃん。25、マッシュが28、うん、で28歳になるの。え、何が？マッシュ。あ、僕は28だから今27なんですよ。27か、はい、そうだね。コマゾンのイケメンさん、若手です、いらっしゃい。日付変わった23日が誕生日です。おー、素晴らしい。いいじゃないですかね。若いっすね、みんな。ケーキ食べてください、ケーキね。羨ましいな。はい、ツイキャスコメントいきます。あつおさん、新店長こんばんはということでね、ちょっと待ってください。横須賀の新店長の初志田が昨日の総武台の尻拭いとはたまげたな。マシさんのカツラコレクションが見たいぜ。放送初期はいろいろ被ってたんだけどね。そうですよね、ちょっとね、うん、湿気とか、うん、暑かったりとか、うん、まあそう。そんなコレクション言うほどないけど。そうだね。なんかさ、コードギアスの C2 みたいなの緑とかさ、買えばさ、サムも代用できたりするからさ。あ、まあ、確かにいいと思う。YouTube 的に人気な海物語縛りで打つのも、ありだと思います。金曜の夜に海物語の音楽は眠くなる。確かにね。まったりね、打てるから海は、うん。横須賀って、スマイルコンテストやってましたっけ？やってますよ、もちろん。茨城方面の店舗だけですっけ、現在。いや、もう全店舗。そうですね、どこもやってますね。はい、アラマ、私は次の日が誕生日です、27日。おめでとう。近いっすね、みんな。2月生まれ結構多いな。ね、そうですね、横須賀店の LINE で、マッシュの過去の、画像投稿する件、俺はいつまでも待ってますよ。僕、うん、僕が忘れてる件について。
マッシュもあんなに小さかったのに今では28歳からでかくなったなこと、ドザウザーかいつの話してるね。まだ28なのにマッシュの頭を見ると悲しくなってくるよ。まあ別にもう7年前ぐらいから同じような感じ。いやマッシュはねご結婚されてますからもう勝ち組っちゃ勝ち組ですからね。お子さんもいらっしゃいますしね。まあまあまあ、うん、そうですね。育毛剤で胸大きくなったらどうすんの。いやそれなんないんじゃない。男性あ、だから育毛、あ、そうか、育毛剤も一応女性ホルモンが入ってるのかな。あ、そうですね。あ、そっか、じゃあ胸大きくなる可能性あるよ。まあまあそうっすけど、逆にあれですよね、あの男性としての機能を失う可能性があるんですよ、ね、あ、そうなんだ。あ、なるほどね。なんか深いね、話がね。誰が興味あるね、アムロナミエに似てる奥さんに祝ってもらえるのか、誕生日。いや、残念ながらなんですけど、うん、すごい偶然なんですけど、僕、うん、子供がいるんですが、はい、子供の誕生日が24なんですよ、うん、2日しか変わんないんで、うん、あの一緒、そう、子供と一緒にやられるんですよ。あ、でもまあまあね、その方が経済的だからね。まあそうっすね、いいと思うよ、うん、だから僕の誕生日はついでなんですよ。悲しいな。俺今年39だわ、マッシュ俺人生の先輩だぞ、コーラ買ってきてくれよ。ターンのパシリみたいな感じ。え、今年39だと僕と同い年ですね、多分ね。おー、55年生まれでしょ。カツラかぶるとやっぱり頭蒸れるんですか。いや、あれはやばいっすよ、蒸れるね、本当に、うん、汗すごいかくね、うん、誕生日祝いで小田原に遊びに行くので扇頂点に寄れたらと思ってます。モサイルかなということで、あの行く前に電話してもいいと思うよ、うん、何日の何時頃に、多分夕方とか夜行くんですけど店長っていらっしゃいますかとか言っていただけると教えてくれると思います。そうですね、あのニコ生見てるんですけどとか言うとね、うん、あとですね、行ったらぜひバトラーシールもらってください。ぜひ、ね、神奈川県の、キコーナーは全店ありますので、ぜひね、行った際にはバトラーシールくださいって言ってください、うん、何故今日も浜出し海なのだっていうね。海はね、でもね、昨日全然当たんなかったからね、ちょっといいところを見せたいって。僕ね、ちょっと白魚群見たいんだよね、生で。ああ、まあそうですよね、プレミア的なね、設定カンパにつながると、うん、そう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 、白魚群、白泡とかをちょっと見てみたいっていうのもあるんですよね。まず、あ、泡で設定2以上プラス大当たり、うん、白魚群で、あ、白泡ね、白泡で、白魚群だと設定4以上大当たりプラス設定4以上みたいなね、うんうん、があるので、その辺をちょっと見たいね、うん、今日カマキコで無双打ってなんと2連もしたよ。もちろんトップダイエット。いやいや、2連しかしなかったじゃないか。もう10連してよ、たまには。やっぱり平成で結婚しておくべきですか。相手いないけど別にいらないけど、まあでも結婚はね、タイミングとかもあるからさ、まあそうすよね、焦ることもないし、うん、ねって思うよ。おい、魚群来たよ、魚群来た、来た。さあ本日一発目の魚群、昨日魚群一回も見れなかったな。いや、そういえばマジで。そんなことあるの。あるある。さあどうでしょう、一発目の魚群、はい、大当たり、完璧、おめでとうございます。いや違うよ、やっぱりやばい、横須賀違うね、やっぱ違うね、 海近いしね。はい、ということでこれで4ラウンドかな。そうですね、4の大当たりでございます。まあ偶数図柄だとちょっと、電サポ回数が少ない、40回はいですね、うん、で、ST は10回転ありますので、10回転中は、各演状態という感じになっております、うん、で、ラウンド終了時にチャンスってマリンちゃん出てくるんですけど、そのチャンスの後にあるマーク、ハートとか、うん、びっくりマークとか、マリンちゃんとかそういうのがあるんだけど、でそれで設定資産もねできたりするんで、うん、そこをねちょっと皆さん注目して見ていただければと思いますね。まあ打ちに行った際とかはですね、このほらハート、ハート、これ基本なんですよ。あ、基本パターンがハート。あれ70回だ。あ、70回だ、どっちか分かんないんじゃない。70回の時もあるんだと思う。なるほど、はい、ただこの10回転ここ大事、ここ大事、大事、大事、はい、で、へそ電柱共通になってますんで、どちらだっても 8% かな、確か10ラウンド、10ラウンドが、お、うん、おい、来た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 、魚群、2回目、いや、なんかいいね、なんかやっぱ違うよ、違うね、音符が出るといい、あー、ありがとうございます。そうですね、さあ、2回目の大当たり、どうでしょう、カニさん、よし、はい、完璧、もう超えたよ。もう昨日超えたよみたいな。昨日超えちゃった。
はい、おめでとうございます。ありがとうございます。いや、いいですね。いや、簡単ですね。やっぱこう生放送とかでやっぱこうよね、大当たりサクサクサクってこのね、この感じ、うんうん。はい、ということで、コメントを読んでいきたいと思います。ハゲ、一人配信って舐めてんのかってことね。ちょっと待っててください店長来るまで。俺2月15日が誕生日でした。毎回プレゼントは前日のイベントと合わせてチョコが多い。あー、確かにそうなっちゃうんですよね。だからクリスマス近い人はそこもね一緒にやるだろうしね。子供の時とかそれ嫌っすよね。そうだね、クリスマス近いとかは。子供が大きくなってお父さんなんで髪の毛ないのって言われたらどうすんの。あ、まあ、いや、まあそういうことだよみたいな。バトラーってゆるキャラグランプリで30位以内に入らなかったのにまたクビにしないで働かせてるんですか。まさかブラック企業ですかということで。あ、欲しい欲しい欲しい。何欲しい。欲しいね、なんかあるはず。高設定資産か何だっけな、ちょっと待って調べればわかるんだよな。ちょっと待ってね。17.7 分の1か、一番上でも6だったらね、うん。あわ、星星星星星星は高設定ほど出現しやすい。おお、これはちょっと何とも言えないかな、うん。さあ来るか。ああ、うん、はい。逆に来た放送終わり。あたくさん2月生まれが多いのはクリスマスもしくは年末年始に仕込むから。なるほどね。このハゲさすがやね。お疲れ様でした。見せ場終わり。偽装結婚のあっちゃんに結婚感語られても困ります。魚群すら見れなかったって昨日はどんだけやばかったの。昨日まあまあやばかったな。やばかった、まあまあやばかった。広告ありがとうございます。通りすがりさん、おすすめの生放送です、みんな見に来てねということでね、ありがとうございます。あとくさましさん、こんばんは。あれ今日はマッシュ一人も、しかも当たってるじゃん、とにかくぶっ飛ばすぞ。なんでなんで。生まれるまで10月10日っていう、あ、とつき10日ねっていうでしょ。そうですね。マッシュの子供もですよね。ん、あ、まあそうですね、まあそうですね。総武大って見てるか、これが3軍の力やぞ。お前ら4軍とはわけが違う。やべ、足の引っ張り合いみたいですけど。1軍2軍じゃないの。ローリーが泣いてる。星は真ん中と。ありがとうございます。サム接近中が出ると10ラウンド確定ですよ。あー、うん、そうなんですね。8%、うん、8%か。スマイルコンテストやってたのか。放送開始時にマッシュさんの横にいた女の人の笑顔が素敵だったな。橋本さん。リナちゃん、ね、それはね。寝台入れ替えの合間の放送って何を打つかネタ的に困りそうですよね。まあうちは金曜日ですからね、もともとあんまり寝台とは無縁の月火水がねやっぱ多いよね、寝台配信ね。総武大点当たりますね。横須賀です。違う。あれマッシュさん、マッシュさんの方が、設定6の方ですかということで、ね、それちょっとね今のところ見ておいてください。店長が来たらあの、うん、2台打ちに変わりますので、まあ、マッシュの最初のこの展開を見ておいてねください。答え合わせみたいな、はい。海は ST でサクサク当たるのが放送映えするから頑張れ。はい。新店長まだもうちょい待ってください。ついに仕込んだ子供って把握しているのか。あ、いつに仕込んだ子供か把握しているのってこと。マッシュ、いや正直わかんないですけどね、うん。僕の場合ちょっと早く生まれてきたんで結構。あ、そうなんだね。うん。高設定確定もしくは示唆する演出はないんですか。あります。マッシュの毛根設定はゼロですか。うん。仕込むの4月じゃないかということでね。はい。一応ですね、さっきの終了画面ですね、の方に、あとは音符があるんですね。うん。で音符も、高設定ほど、出現しやすいくて、それ他にちょっと待ってね、マリンちゃんの顔っていうか、なんて影、なんてマリンちゃん、チャンスの後にマリンちゃんの顔があると2以上濃厚。おう、ああなるほど、そういうことですね。そういうことで、あ、ちょっと待って、いっぱいあるんだよな。ウリンちゃんとかもあると。あるあるある。ウリンちゃんだと5以上濃厚。お、素晴らしい。ワリンちゃんだと4以上。おで、マリン、ワリン、ウリン3人だと6濃厚。で、クジラブリーっていうあのクジラのピンクのクジラがね、あ、はい、出てくると保留レンチャンプラス4以上。いいね。で、サムが出てくると保留レンチャン10ラウンドプラス6濃厚。チャンスの後にね。
本当ありがたみの強い感じ、ね、そうとかいろいろあるので、だこの辺はねちょっと覚えておくと、あれいつもと違うの出たなっていうのがあったらちょっと高設定かもしれないんでね、うん、粘った方がいいかもしれないですよね。なるほど、うん、でもこういうのってほらなかなかさ調べないじゃない自分で。まあそうですね、こういう放送で見てなんか覚えてもらえるとね、だから本当は、うん、僕がですよここに画面にこう出せばねその画像をわかる、うん、その大当たり終了画面の画像を、うん、この生放送 の, この画面の端っこにピチッてこう出せば、うんうんうん、ほらもっともっとこうパチンコ番組っぽくなるよねっぽくなるって、もっとパチンコ番組っぽくなるんだけどね。まあまあ、えまあ、いいじゃん。 HQ のダブル、そうっすね、うん、まあ泡だけどどうでしょう。コメ読み、ごめんね、モード変えて、あでももう残り11回ぐらいなんで、あじゃあ終わったら変えよう、そう終わったら変えようかなと思って、どこまでだ、沖縄モードに変えて、沖縄モード、うん、今日被弾のアリア AA で23連チャンします。おお素晴らしい。連チャン中に隣のガンツ打ってた人が4人変わりました。ああだから長いよね、うん、消化時間はね、クリスマスや正月に仕込んだら生まれるのが10月じゃねえのか。まあ大体そんなところですよね。ウリンの曲を歌うアンちゃんが出ると設定いくつですか。アンちゃんは出ないです。クリスマスに仕込むと2月生まれになるのはちょっと難しくないか。難しいね、それは難しいです。つまりその画像を用意しなかったあっちゃんは、とんだ手抜き野郎ってことでいいですかね。まあまあ何分ね生放送でお送りしておりますからね。はい、ということでこれで70回転の電サポが終わりましたので、はい、た通常に戻りましたという感じですね。まあもうやりきった感じですね。いや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 、まだ20分しか経ってないからね。珍しい、うん、沖縄、あ沖海はやっぱり沖縄モードで打つ、うん、でもなんかね沖縄モードでずっとやってて当たんないと変えたくなる。ああまあありますよね。当たってチャンスの後ろのマークはキャラクター出たら今日の放送に関しては、設定力濃厚ってことですね。そうですね、うん、そうですね、そういうことになりますね。はい、店長何打つ予定なんですか。同じやつです。はい、獣フレンズよりはギリギリ見てて面白い放送ですね。ありがとうございます。獣フレンズ僕もね録画撮ってるんでね、帰ったら見ないと。獣フレンズ見てないマッシュ。見てない、うん、アニメ、僕アンパンマン見てる最近。アンパンマンって毎週やってんの。そう息子と見てるアンパンマン。夕方、いや、え朝何時だろう、あれ11時ぐらいだっけ。朝からやってんだアンパンマン。そうなんかてかむしろ昔はなんか6時とかそんぐらいにやってた印象あるんですけど、なんか夕方5時とか4時にやってたイメージがあるな俺は。あそうなんすね。あーうーんコロコロ多分変わってるんですよね。再放送とかもあるのかもしれないよね、うんうん、店長はホモですか。ちょっと本人来たら聞いてくださいホモかどうかはね分かんないですね。そうですね、うん、沖縄モードも、マリンモードもチャンス目がガセルから嫌いなんだよ、イラッとする。ああなるほどね、こういうのがね。そうですね、うん、これが続かないと、うん、はい、そうカマキコじゃないけど無双46連した隣の台が隣の台が46連、結構記録じゃない。そうですね、心折れそうになるよ。やばいよね、ちょっと1回やってみたいな40連とか。アンパンマンとか自分の肉体を、村の子供たちに食べさせる猟奇的なアニメじゃない愛と勇気だけが友達さっていうやばいやつ、うんうん、サムが出る 8% 引いたら仕事人の子あたり引く確率と一緒だから昨日の総武台のメンツ丸つぶれですね NG コメントです、あーちゃん僕たちはきっと新しい店長知ってるよね、ドキドキするな。うん、知ってますかね、どうでしょうかね。まあでも放送には出てたということですね。そうですね、まあ毎日おあソーリーあソーリーお、振り返った。はい。え？うん。まあ店長来たら違うモードでやってもらいましょうかじゃあ、ね。そうですね。はい、ま。マリンモードですか、うん、じゃああとは。多分あと5分以内には来ますよ。そうっすよ。はい。お楽しみに。はい。
こんばんは。今日009初打ちして 3K で格円に入ったのですが速攻で落ちて、その後500円でまた格円に入ったのですがすぐ落ちました。もう落ちません。まあ最初それやられるとトラウマになるよね。あ、でも500何分の1とかっすよね、確か。そうですね、きついなそれは。はい、ということで新店長の方がいらっしゃいましたので、ちょっと、最初声だけいいですか。こんばんは。こんばんは。わかるかなこの声で。声でちょっとなかなかわかんないじゃないですか、ね、なかなかわかんないですかね。この声でわかった人がいたらマジすごいと思う。マニアですね。マニア。ちなみにあれですか、横須賀店に来てどれぐらい経ちました。2週間ぐらいですかね。2週間。あ、ちょっと僕の後ろにちょっと映ってるけど、さあどうでしょうね。誰ってそうなるよね。じゃあちょっと台の方に座っていただいてね。声入ってますか。はい、2番目を、はい、で若干右目でお願いします。はい、さあ行きますよ。中店の店長、高橋、違うな、私聞いたことあるこの声、どこ店のホモだって。ホモじゃないよ。ホモじゃない。じゃあちょっと2画面にしますね。はい、ということで、横須賀店の新店長は以前戸塚店にいた風主任が風店長になって、今横須賀店にいらっしゃっております。ちょっとカメラの方見てもらってもいいですか。はーい、風店長でーす。はい、これからよろしくお願いします。はい、ということで先月出てくださいましたよね、そうですね、戸塚店の放送にね、はい、なので、ということでこれからはね横須賀店の放送を盛り上げていただきたいなと、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあちょっとなんかモードを変えてもらってもいいですかね。はい、同じだとあれなんで。はい、感じ、そう、はい、はい、ということで、今日はですね設定1と設定6で打っていきます。まあマッシュがねちょっと今1人で打ってたんで、そうですね、何回 2,3 回当たったんですけど、まあこの2台を見比べながらですね、皆さんどっちが設定1でどっちが設定6なのかっていうのをねちょっと大当たり見ながらですね、あと設定したとかもあったりしますので、うん、ちょっとね判断していただければと思います。もう当たったんださ、こっちはもう2回当たりました。2回当たりました、はい、うん、すごいよ。でも119分の1と106分の1なのでまあわかんないですよね。右足きたーで、右足じゃない池澤じゃない、なめはちでもない、タイガちゃんの声に似てる。あ、似てます。全然似てないと思いますけどね。声はね、うん、ホモで横須賀ホモしか店長になれないんだよ。あれ今日蜂蜜あんの。蜂蜜ね今日切らしちゃった。そうそう、前回は蜂蜜持ってね出てくれましたね、はい、うん、誰だホモっぽいけどホモですか。だからホモじゃないよ。滑りん坊で遊びすぎて横須賀に流されたのか。パチ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 、プー店長よろしくお願いします。よろしくお願いします、ね、はい、ブーねーこんばんは。ブーじゃない、ホモスカニュー姫やん。姫じゃないから、だから趣味は何ですか。趣味は食べることですね。あ、食べること、はい、特に好きなものは、味の濃いもの、脂っこいもの。違うでしょ、蜂蜜でしょ。間違えましたね。はい、休みの日は何してますか。休みの日はですね、はい、どっかに何かを食べに行ってます。なるほど、はい、ロッカーの鍵とかは足につけますか。左足でしたっけ。ホモですか。ホモじゃない。本当、申し訳ないけどプー店長の主任の時全く覚えてないわ。ただね1回しか出てないんですよ。超レアキャラで、超レアだったので多分ほとんどね、その放送見てないとわからないと思いますね。はい、蜂蜜のないプーはプーと認めない、アルバイトからやり直しって厳しいね。厳しいですね。蜂蜜忘れたの。それじゃプーさんホモ設定でお願いしますね。いやそこ続きがない。まあでもね、設定は設定というか男性に興味あった男性は時とかはお任せします。あ、想像に、あ、想像に、想像にお願いします。趣味は男の子あさりですか。店長になって月収65万になった感想をお願いします。そんなにもらえたらいいで。でもどうですか、そのやっぱりね店長になったら普段、今までね主任だったわけですから、そうです、ね、ちょっと気持ちとかも変わるじゃないですか、はい、どうですか。まず店長の大変さを最近店長大
大変、園長大変ということですね。だから本当にね、放送にあのね、あのキコーナチャンネルの場合は店長さんがよくね出てくれますけれども、皆さん相当忙しい中 ね、本当に頑張って ね出ていただいてありがたいなと僕も思ってますんでね、はい、皆さんもねぜひあの応援してあげてくださいね。うん、しょっぱなからキャラ設定忘れてるじゃねえかプーさん。ちょっと慌てて登場してみて。そうだね、プー店長マシが生意気だから手伝うから横須賀港に沈めよう連絡ちょうだい。ダメですそれは。まだまだ積み点点。そうね、プー店長、店長になったので恒例のカウンターのカップラーメン食べてください。恒例のカップラーメン。恒例にはなってないよそれね。あの食べた人いるけど。今いるいる横須賀で。安いっすね。店長月給22万のマッシュに謝ってください。本当のマッシュがおとなしくなった、ガチホモ食べたいなって言いながらサウナに行く店長来たーって言うね。そんなこと言わない、プー店長。、おにぎりに蜂蜜美味しかったですか。お、よくお存じで。はい、ありがとうございます。結構実はね、美味しかったんですよ。意外に食えちゃった。意外に、うん、春尾です。プー君意気込みをお願いします。意気込み頑張ります。はい、はい、プー店長、小橋店長を追い出して出世した気分はいかがですか。出してはいないですけど。恨まれないで頑張ります。そうですね。でもあれですよね、あのプー店長もですね、もともとは前身である金馬車ですね。で、はい、で小林店長と一緒ですね、はい、働いてたのでね、あの、はい、本当昔からして、おこれはあれじゃない、特格、ね、あ当たりか、当たり、おめでとうございます。はい、ということでプー店長も当たりました。ということで、まあ今のところ、まあ、マッシュの方がちょっと打ってる時間長いですけど、これで初当たりは1回ずつですね、プー店長とね。はい、店長応援しますというね、ありがとうございます。店長って放送最後に出てきて変な顔してるだけじゃないって思ってたことですか。違うよ、店長の座を取られたマッシュ、ね、今どんな気持ちですか。いや悔しいですね。なんてだよ。プー店長、降格しないように気をつけてくださいよ。すぐ落ちるからね。何情報だ。まあまあね、そういう人事もありますからね。マッシュ、前店長みたいに簡単に追い出すなよ。前店長みたいに追い出した、うん、僕が追い出した、うん、あ今回はハートですね、標準普通、ね、はい、ほぼ強い、じゃあ金馬車の社長のモノマネやって。社長のモノマネですか。はい、できますか。金馬車の社長のモノマネ、はい、違うんですよって言うんですよ。新しい違うやつが来た。さあ魚群来るか、タッチタッチ、はい、あークラゲ、さあどうでしょう、3回転、あちゃんこ遅刻した新店長さんって誰ですかということでね、戸塚での放送に、先月出ていただいたプー主任がプー店長になりまして、横須賀店に、来ましたんでよろしくお願いします。プー店長、店長ってことは立場一緒だよね、後藤てめえ湯葉ゾーリーがをこの野郎負けねえからなって言ってください。なるほど、この前聞いたセリフ。どこかで聞いたコメントです。金馬車出身か、ガイ店長って今どこにいるんですか。ガイマネージャーになってですね、今はエリア的には小田原とかあの辺のエリアですよね、うん、はい、を見てらっしゃいますね、はい、プー店長、後藤店長を踏み台にしたということでいいですか。いや、してません。絶対してません。ってことはプー店長は小林に食われてるな。そういうことするの。なるほど。昨日の総務大の人たちは正座しながら 見てるかなって。絶対見てない。金馬車の社長は今何してるんですか、わからないと。出演者紹介、タイガー小林さん、あ直しておきます。ただね、ほら どの店長かってほら先に書いちゃったらバレちゃうからね、そのままにしておきました。マッシュはどうやってプー店長降格させようとしてるの。いやどうしましょうか、ね、ツイッターで炎上させちゃう、ツイッターで、ツイッターで。結婚してるの、指輪してるやん。あてます、はい、結構されてますね。ないですね、はい、プー店長の手まるでクリームパンみたいですよ。これね、昔言われたんですよ。それあでもね、大体あの太ってる人言われますね。大体ね、あプー店長、特化にいたの顔見せてってことね。あじゃあちょっと
あーそうですね、はいはい、プーさんですよ、プーさん、ほらほらプーさん、プーさん、はい、ありがとうございます。はい、まあ1回しかね出てなかったんで ね、でも普段僕はトツカに放送行くと大体 いらっしゃるのでね、いるにはいたんですよ。そうそう、だから僕はいつも会ってるイメージなんですけどね、はい、うん、さあ29回転、はい、んダメかな、ダメですね、はい、店長は下克上です、すなるの、うん、何、うん、プー店長結局川崎何回行きましたか。まだ川崎です、ね、川崎行ってないですね、まあ、それコッティですからね、プーさん、マッシュはいろんな意味で作詞だから油断しないでね、危ない、うん、プー店長の結婚は偽造結婚ではないですよね。ないですよ。偽造結婚なんです、ね、いや 僕じゃない。顔でかいの、そんなことないよ、カメラがアップになっただけだよ。引き継がれるタイガーイズム、プー店長は何の代に、あ、 力を入れっていうのはね、もう全部だと思いますけれども、そうです、ね、まあまあ好きな代とかあるんですか、店長。個人的にはね、はい、羽物好きなんですよ。あ、羽物ね、でも横使って羽物いっぱいありますよね、はい、あるんですよ、なんで、はい、いいですね、はい、プーさん、高木プーさんですか、違います。マッシュ、小林、仕事で悩みがあるならいつでも相談に乗ってやるからなって言ってください。小林、仕事で悩みがあるならいつでも相談乗ってあげるから電話ちょうだい。絶対言っとくわ。絶対次会った時言っとくから、視聴者の皆さんも僕忘れてるかもしれないんでね、覚えてるね、そうそう、タイガー小林店長が出た際にはマッシュがマジで言ってたからなって、ね、言ってください、コメントでね、証言してください。死んだ、店長ホモキャラでお願いできませんか。私たちリスナーはハゲとホモでやってほしいんです。もう横須賀のイメージがね、そうそうそう、ハゲとホモみたいな。マッシュ、放送で当てられない男が店長とかやれると思うなよって言っちゃう。当たったよ、俺。何代目の店長なんですか。何代目なんでしょうね。横須賀店って多分10人はやってるんじゃないかな。まあ、一番最初っすもんね。うん、多分関東に一番最初にできたキコーナが横須賀店なんですよね。ね、なので多分すごいいっぱいいます。はい、わかりました。放送の際に必ず書きます。ありがとうございます。まさに今電話がかかってきているはず。おー、怖い。後で電話します、小林より。絶対出えへんから、もうそのまま帰る。マリンモード貝殻の止まる位置が武田久美子だよね。あ、なるほどね。真ん中のところ、うん、店長、ここはホモスカ店ですよ、お願いします。マッシュにはブレーキがないのか。もういなくなったら関係ないみたいなのがあるから、ね、関係ない関係ない。こんばんは、ちょども200発でガロのビクで2400発作って天達新ウォギアに移動して800発で当たって3発すぐまた当たって20連して1万発ってました、すごい、おおということで、マッシュと並んだかな、しかも時短引き戻しですか、ね、はい、おめでとうございます。63回転はい、じゃあいいですね。日付変わって今日の土曜日、懲りずに友人と新ウォギア連れ打ちしてきます、頑張ってください。はい、酒っぱの幸運のアイテム身につけた、あ、リストバンドかな。店長が変わると台の傾向、設置傾向って変わるんでしょうか。また香ばしい台、まだの香ばしい台残ってますよね。そうですね、いっぱいありますね。でも、まあ店長次第ですよね。そうですね、設置機種とかは多分、はい、はい、トツカの北斗無双の回だっけ、究極心配の回だっけ、後で放送確認しようということです。確か北斗無双、北斗無双ですね、の回ですね、はい、はい。プー店長とマッシュさんの相性ってどうですか。相性はどうですか。相性はどうですか。まだ2週間ぐらいですけど、探り探りですね。リアルなやつ、リアルなやつじゃない。探り合ってますね。あ、今はその段階、うん、そういえば250分の1くらいの2段階設置、2段階設定の海物語の寝台が今後稼働予定でしたよね。今後出るやつですね。2段階なんですか設定。2段階なんですか、ね、これまだ見に行ってないんで、はい、マッシュさんの無茶なセリフを言ってくれる精神ほんと好き。もう何も怖くない。な、怖くない。もう会わないから怖くない。怖くない、うん、目の前にパーって見た瞬間遠くに逃げてる。アツロクさん、今の暴言の件を覚えておきます。右足が出てる時にマッシュになりすましてそっくりそのままコメント打ちます。マッシュが偉そうにしてるということは小林のやつ降格したんかな。当たってた。横須賀ってなんで店長コロコロ変わるんですか。ホモ認定されるからですかね。そういうわけではないですけどね。まあでもちょいちょい皆さん移動されますけどね。まあ、そうですね、なんだかんだで、
マッシュはなんでコバちゃんにだけ強気なの？やっぱ下に見てるからですか？いえ、そんなことはないですけど。ひどいね。ホモはサム出せよ。サム。店長、このお店にはカキツくんっていう話のうまい使いやすいデブもいますので、ご確認ご認識くださいか。さっきいました。はい。あ、今日いますね。いましたね。はい。プー当たるときは家をアルバイトに降格なってマッシュが言ってたよ。また上から。マッシュ、コバネーとプーネーに、横須賀港に沈められる言動には気をつけてね。それも、連れて帰ったら絶対やられるっすから。体格的に。店長、首輪を指にはめたらいかんよ。あ、首輪は指に、指輪じゃなくて首輪、マッシュ、そこは素晴らしいじゃねえよ。当たり1回くらいで調子に乗るなよ。10ラウンド引いてみろよって煽っていかないと。あ、逆にね、逆になんかマッシュのキャラクターが変わっていくみたいなね。店長変わったらなんかめちゃめちゃ強気になってくみたいな。別人になってくる。そう放送の時だけなんかめっちゃ上から行くみたいな。で、気づいたら放送から消えてる。戦力が。あれ、マッシュどこ行ったみたいな感じ。でもあれですね、プー店長っていう名前ですからね、ちょっともうあの赤い前掛けぐらいはね、買ってきてもらってね、あの毎回それかけてね、蜂蜜持って、そうそれぐらいはね、欲しいですよね、やっぱね、それできますね、はい。3人の体感で番長3の5と6を1日打ち切った時の勝率どれくらいだと思いますか？6は多分 97%、8% はあると思いますね。5は負けるよ、結構。5は、6割ぐらいじゃないかなって僕は思ってますけどね。はい、あーちゃん、ただいま。映画のコードギアス復活のルルーシュ見てきた、泣いたっていうこと。あ、ギアスの映画やってるんだ。それの主題歌確か、名前が出てこない。いや、家入レオじゃない確か。僕、家入レオさんが好きでですね、よく聞くんですけどね。はい。プー店長、当てたわよって言ってみてください。当てたわよ、ほら似合う。あ、家入レオだね。そうだよね。横須賀店ってキコーナの規模では中型クラスですか？いろんな人を育てる店舗として横須賀を、捉えてるのかな。まあ台数的には大きい。そうですね、台数は大型ですね。はい。700 800 800 800台800台って言ったらもう関東で言うと、まあ、松戸、あ、じゃあ一番大きいのは蒲田が1000、ね、3台、はい、1003台で、次が松戸、仙台、うん、ですよね。仙台あります。で、次が多分横須賀か四街道かな。あ、四街道も、四街道880ぐらいあったような気がするな、確か。だからまあまあ大きい店舗、ね。うん、あとは伊勢崎、戸塚も、戸塚何台でしたっけ？戸塚800台です、ね、800だから800台クラスのお店は結構ありますよ、はい。横須賀も多分横須賀は800ぐらいでしょ。で、小田原、大木町も多分700ぐらいはあると思うんですからね。平塚も意外に大きいんですよね、800台ぐらいあるような気がした。うん、どこまでやるのかな。逮捕だー。あれ、マッシュってなんでマッシュって名前なの？そういうかぶり物をしてたからですかね。そうだ、マッシュルームみたいな。そう、ま、マジで忘れてたの今。ズラをかぶってたからマッシュなんだ。え、そうだって本気で忘れてたの。じゃあでもマッシュって名前になった時は多分おにぎりが、あ、そうですね、やってたんだと思うんで。ちなみに僕、はい、知ってる人は知ってるんですけど、あの、はい、違うあだ名も過去にあったんですからね。砂鉄。ああ、なんで知ってるの。だからそれは僕が放送変わって、横須賀やってた頃はマッシュがまだ出てなかったんです。あ、そうですね。横須賀にはいたけど、うん、店長たちが出てたのでマッシュは出てなかった時には僕はもう会ってるんですね、マッシュにね。あ、なるほどね。そうマッシュ先に打ってんだから当たって当然だ。威張るな、まあ、ってか、そうだな。マッシュ今何回転ハマってるか言ってみなよ。218回転。ハマりすぎだわ。まあまあハマってるんすよ。なんでこんなハマってんだ。急に。プー店長の当てたわよが妙にマッチしてたけど、やっぱりコバちゃんと同じ世界の人なんですか。ご想像に任せてます。でもいいんじゃないですか、もう当たったらもう決め台詞当てたわよ。当てたわよ。うん、
カメラ目線でね、カメラ目線毎回当てたわよっていう、っていうのを定着させていきましょう。うん、戸塚ってリニューアルで1台増えたんじゃなかったっけ。1台じゃないですね、1台じゃないです。スロット何台ですか。40台ぐらい、40台ぐらい増え、はい、増えましたね、はい。伊勢崎の方がでかいんじゃないかな、台数。ちょっと皆さん B ワールドで調べて、あのランキング送って、マッシュより佐哲くんの方が馴染みがあって、いつも名前忘れちゃう。もともとねマッシュは関西の放送でね、そうですね、出てましたから、うん、クリリンじゃないのか、まあ、うん、クリリンじゃないだ、うん、こんばんは。マッシュがいるならオルテガとガイアもいるんですか。これ何、なんかのアニメ。ああ、なるほど、なんだっけそれ、うん、何番でマッシュとオルテ、あ、そう、分かった、あれか、黒い3年生か。 ありがとうございます、関西で見てたよ、サテツくん。あ、本当ですか、うん、僕めったに出てなかった気がするんですけどね、でただほら、どこだっけ、森口だったからね。そうですね、うん、まあ罰ゲーム要因ですね、僕はただの、うん、あ、黒い3年生ありがとうございます。全国的に見て人気のパッチと白のベスト3は何ですか。全国的に、全国的に、でもそら寝台とかだとやっぱ寝台はほらどうしてもまあ一瞬バッと上がるっすから ね、 そうね。ただただまあその昔からある棋士とかで考えていくんだったら、まあ、パチンコは北斗無双だろうなとは思いますね、うん、はい、一番はスロットの今の一番は多分ディスクアップじゃないですかね。うん、そうですね。で今だと多分あれですよ、シャングリラが流れるのなんだっけ、ど忘れした、信頼、パフナー、パフナーが多分稼働はいいんじゃないですかね、今の時期だとね、うん、パチンコはね。あとは何でしょうね、今だと何ですかね、海？海、まあ、人気なお店は人気ですけど、そうそうそう、根強く、うん、横須賀でもマッシュになる前一回出てたよね。横須賀でもマッシュ、あ、多分出てたような気がしますね、うん、なんだっけ、あのジェットストリームアタックの踏み台にされてた人ですか。これ森口だね、あ、伊勢崎は906台、でかいね、意外に、マッシュとか洒落た名前は捨てて、ホモだホモにしよう違うやん、それボールじゃないよあ、シンフォギアね、あ、まあ、あね、あ、シンフォギアもそうですね、さっきの店長のあたり赤先読みで当たってたから、やっぱり赤演出で綺麗に当たるの気持ちいいですね、うん、見逃してましたね、うん、白魚群を待っているんですが、はい、どちらが早く出してくれませんか、はい、まあ、どっちかは頑張って出す、頑張って出しましょうね、出ないのか、まあ、目指せ300回転になってるんで僕に関しては初当たりでいうと店長は2回になるのかな。そうですかね、ですよね、時短中、あの ST 中の引き戻しがないですもんね、はい、マッシュは確変ってやつか、あの ST 中に引き戻したんで、そうですね、初当たりは1回ですね、うん、ああ横須賀は地下スロー入れると仙台超えるよね地下スローないよ、ないないない、うん、ないないない、じゃあ残り時間10分ちょい、15分ぐらい、マジで30分ぐらいハマってんのねじゃあやっぱね、こう なるよね、おかしいな、ずっと出続けるってなかなかないよね、1時間ね、プン店長、今だから正直に答えてください、戸塚のコッティ店長は頭沸いてると思いますどうですか、ですよ、頭沸いてんなこいつみたいな、あ、なかったですか、大丈夫ですか、あ、全然ないと、ね、はい、プン店長、蜂蜜美味しい、蜂蜜美味しいですよ、プン店長、シンフォギアの響きの絶唱の前に歌うやつ歌って、いや歌えないでしょそれやるのおにぎりだから、あちゃんもうすぐ3月だけどダイエット順調なの、それともダイエット終了、いやあの頑張ってんだけどね、あの全然痩せないね、あちゃん昨日の総武台のデジャブ配信ですか、今そうなってるね24時間前と同じことやってるまあまあ前半ちょっと良かったんだけどね、前半はね、プー店長、キコーナの店長は、はい、ひでえなーって思わなかった、
綺麗なとは思ってないですよ思ってない、はい、海でハマるとボタン連打してモード変更するよね。ちょっと今沖縄モードが、何も起こんねえなという気持ちにはなってですね、横須賀店にだけは行かない、負けると海風公園から S4R に乗せられるから違う違う違う大事ペーパードライバー克服は、いやそれも無理だな、運転は多分僕無理ですねしないです、だから運転手を雇えるぐらいお金を稼ぎたいですねまあまあ、あじゃあ気にせずデブ活しようぜ。いや最近ね本当ねダメよ、やっぱねこのなんていうんですかね、食生活の乱れが乱れがあるわけですよたまにね、マッシュ海モードにして、えい、マッシュは体重変わらずずっと変わらずですか、それとも太った？あ、僕こう見えて太ってはいますね、今で62キロ、1年前とか僕53キロぐらいだったんで、遅い、だいぶ10キロぐらい変わってますよ。あ、そうなんだね。そうなんですよ、パッと見分かんないですよ。今でも細いのにね。うん、マッシュ横須賀長いね、中市いた頃からいるもんね。そうですね、僕そうですね、中市とモッサンの頃からいますね、自分で運転するのも楽しい。いや怖いよ運転。店長運転されますか？わあ好きですよ。あ、好きなんですか？はい、今も車通勤でございます。あ、そうなんですね、はい、マッシュも横車通勤ですね。あ、素晴らしいですねやっぱりね。改めて沖縄2の液晶上の花と新しい海のを見比べると昔はこんなに小さかったんだなって思った。小さいですね、液晶もちょっとちっちゃい気しますもんね、はい、うん、2は100キロあるだろ？ないですこれがね、三桁は行ったことない。三桁は行ったことない。あちゃんがないと、ごめんガチで吹いた。いや吹かない吹かない吹かない、今年は頑張る。俺も味の濃いもの、脂っぽいもの大好きだぜ。プー店長の最高の脂っぽいものって何でしょうか？最高の脂っぽいものはでもラーメン、脂っこいの。あ、脂っこいですよね。あー、ラーメン好きですか？ラーメン好きです。あー、まあ背脂系とかいいです。あー、美味しいですよね。ダイエット、こんにゃくゼリー食べるのはどうですか？お通じも良くなると思いますよ。食べ過ぎるとあんま良くないんじゃなかったっけ、確かこんにゃくって。なんか聞いた気がしますね。ねえ、キコタンで設定しさ画面が出たのって扇町の仕事人放送くらいじゃないかな。確かにあんま出ない。出ないですよ、ね、これ現段階でどっちが1でどっちが6か多分ね、分かんない、視聴者全く分かんないと思いますよプー店長、中国にいて僕プーさんって言ったら牢屋に入れられるから気をつけるんだよ。試してみてもいいよ。どんな意味なんでしょうね。プーさん、俺の脂っこいところどうですか？プー店長、タイガー店長にかの代わりにシンフォギアの響きになりきって右足の鍵がある、あ、右足の鍵がある限りと言ってくださいって。いやいや、だからね、ホモキャラじゃないんだ。まあ、今日初回放送だからね、そうですね、店長になってね、徐々にね、うん、あっちゃん、しごいてあげるよ、筋トレする？筋トレって痩せるんですかね？筋肉はつくけど、なんか筋肉つくと体重落ちないイメージは、ま、がっちりするんじゃないですか。あ、ありますと脂肪落ちてくるんじゃないですか。落ちるんですかね。体脂肪は落ちるんじゃないですか。あー、そうかそうかそうか。でもまあそれでもいいね。うん、ただ僕はな、本当にあのこの世で一番嫌いなことは走ることなんでね。ああ、わかります私も嫌いです。走るのがなければできてきそうかな、うん。こんにゃくゼリーは食べ過ぎると良くないとか、もう食べ過ぎること前提ならあっちゃんは痩せないいやだってさ、1個2個食べたってさ、空腹は満たされないよ、多分。いいこと教えて、いいこと考えて、横須賀から歩いて帰ればダイエットになる。ダイエットとかの次元ではないね。キコーダは店長になるとホモキャラになる伝統があるんじゃないんですか？ないですよ。でね、まだ保留に剣刺さらないの、それ大違うね。プー店長、可愛い系かおっとり系かだとどっちの男の子がお好きなんですか？可愛いかおっとりか。ちょっとおとり言いますか。おとり、おとり。1ヶ月後くらいに、え、プーホモなんてコメントでいっぱいになりそうです基本筋肉をつけないといけない。結局今日もあっちゃんの企画丸つぶれですね。まだまだ時間あるから。筋肉つけたら質
基礎代謝が上がるから痩せる体になる。基礎代謝いいですね。年々落ちてくんですよね、これね。あ、そうですね。あと緑茶がいいらしい。動く前に飲むと脂肪燃焼率が飲まない時と比べて 58% もしか。あ、魚群？今魚群だけど白じゃなかったですよね。はい。さあ来る？魚群。はい。3回目の熱当たり137回転おめでとうございます。おめでとうございます。素晴らしいですね。やっぱりしんど何回ハマってんの。じゃあぐるっとしてきて、ぐるっとしてきて、ぐるっと玉がね、玉一度きりの人生、食べたい時に食べたいだけ食べればいいじゃん。結婚もしてればいい。今さらどうこうないでしょ。いや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 いろいろあるんですよね。あそこなら一駅歩くだけで膝が壊れる。え、プーテちゃん笑い声が右足に似てるかも。マジでニュータイガーやんですね。あそこ走るのが嫌なら今度富士山に登ろうか。いや富士山もね、僕ね1年に1回くらいね誘われるんですね、誰かしらに。富士山登ろうよ。登ったことありますよ、頂上。本当ですか。はい、行ってきました。辛いですか。辛かったっす。あー、もう辛いんだよね、絶対。膝がもうガクガクでしたね。あー、そうなるよね。え、軍だぞ。あとは空腹満たそうなんて思ってるの。ダイエットに辛いのはつきものだよ、それじゃ無理。プー、魚群出たならもっと騒げよ。すいません、騒げます。はい。でも実際3桁になったらあっちゃん体辛くないんですか。辛いんじゃないですかね。まだなってないけど、この台設定差が小さい気がしますよね。あ、逆運来い、逆運。おクラゲ緑茶効果あるならあっちゃんヘルシア緑茶飲んでみる。あ、僕だから本当に3年前ぐらいにやってたんですよね。トクホのお茶を飲んでっていうのやってたんですけど、はいはいはい、トコのお茶飲むとお腹キューって締め付けられる感じにならないですか。あ、僕だけですかね。締め付けられる感じないですけど、ね、締め付けられる感じになったんで聞いてるんだ、それ何かが多分聞いてるんですけど、あの、ね、それがね、大丈夫かなと思った。体壊しそうで不安になってしまう。そう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 。あちゃん、昔は茶髪ロン毛で今より痩せてたよね。うん。あちゃん今更富士山なんて登ったってどうせ痩せないって。来週蒲田店の放送の後俺とインスパイア系のラーメン食べに行こうぜ。あ、行こう行こう。誘ってくれれば行きますよ。富士山って下るときが一番辛そう。登りと下りはどっちですか。下り辛かったです。あ、もう全部全体重が膝に来ましたね。まあ上りでももうクタクタになってる状態でね。上りでそうですね。プーテンちゃんが放送で打ちたい台って何かありますか。打ちたい台ちょっと見つけときます。はい。いや、はい、はい、あの荷物カメラ機材持ち歩きながら歩くだけですぐ歩きたくなくなるでしょ。30キロあるからね。30キロあるんですか。そう、僕がこの放送に持ってくる機材って30キロぐらいあるんですよ。重いっすよ。重いっすよ。トコのお茶お腹緩くなる人もいるから分かる。カロリミット飲むようになって超快便。便はね全然出る。便は便は大丈夫。快便。うん。疲労圧力痩せる気なし。痩せる気はある。さあマッシュ311回転。おお。ダメ。どこまで行くんやこいつ。あと江戸川を北上して柴又100キロマラソンやろう。ダメなら断層を変えたまで走ります。それ意味ないじゃん。軽い運動でもあっちゃんの膝が心配。いや、そんな膝壊れないと思いますけどね。まあでも痛いですよ。痛いですか。最近痛いですよ膝。あ、僕全然膝は今のところ大丈夫。本当ですか。はい。簡単なダイエットあるよ。毎日大好きなマット運動すればいいんだよ。マット運動お家じゃなかなかできないでしょ。マッシュお腹ぷよぷよタプタプぷよ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 。あ、でもそうですね、ぼよって出てきてるっすね今。まあ、あんまお酒飲まないですからそこまでですけど。あ、早くマッシュとコテッピーさんの共演が見たい。あ、ちょっとね、髪の方がね、二強通点がある。あ、二強。僕と張り合えるやつがいるんですか。いや、全然張り合えない。もうマシのがマシのがもうレベルが違う。まあ僕は人生の大先輩ですからね。多くの人の。コテッピーはあれですか。プー店長は一緒にやったことはないですか。
ない、あのコテッチですか。コテツ、コテツさん、はい、は一緒にはないですね。あ、ないんですね。知ってますけどよく、はい、30キロ重い、311回転、わらわら。そうですよ、マッシュはめっちゃ余ってますよ、まあ、よし、マッシュラムクリしよう、思い切ってもっと歩いてるのになんで痩せないんだよ。明らかに食い過ぎでしょ。お、当たった。 当たった。はい、当たりました。44回転、はい、当たったら4回目ですね。4回目ですね、はい、ノーマル魚群でしたけど、うん、あちゃん、あと数年後には四十肩や膝、腰痛くなる。マジか。まあでも僕気づいたらもうだってあと何ヶ月、あと3ヶ月もすれば僕ももう39歳になってしまいますからね。だからプーさん騒げって当たるとき、うん、うちの息子サイダーまでトコしか飲まなくなった。ジムも毎週行ってるし全然変わった。すごい意志が強い方なんですね。確かに いい子育てされたんだと思いますね。マッシュは妊娠何週目ですか。僕は妊娠は1週目ぐらいですよ、せいぜい。ダメ。痩せたあちゃんなんて見たくないから、そうなったらキコちゃん引退するわ。なんで別に僕顔だけしか映ってないからそんなに痩せても痩せなくても変わんないと思うよ。ギョ君来い。はい、ギョ君やった330回転、ギョ君終わった、終わった、長かった。今年痩せなかったら年末の横須賀店の放送でアイスバケツチャレンジやらないよ。さあマシュサメ、お、エビか、エビ、よし、長かった、330回転、長かったね、長い旅だった。はい、よかった、よかった、いや、よかった、はい、プー店長当てたわよ。はあ、忘れてました。次からやってください、次からね、はい、忘れずに、うん、あちゃん、そうそう、いろいろ気をつけないと痛風の怯える毎日、それも辛いよね、痛風ね、痛いって言いますからね、ねえ、軍の時はしっかりアピールして、あ、魚群出たらね、はい、だからプー店長、魚群で騒いでって言ってるでしょ。店長、チャンス目3回からの魚群だったね、今。あ、チャンス目3回出て魚群出てたねと。お、はい、あつおくさん、ダイエット失敗したら禁煙と禁せいやにすれば頑張る。あー、禁煙はきついな、頑張るかもな。確かにあちゃんマルフォルームがしっくりくる。この3人でダイエット勝負すればいい。あー、対決、普通僕は不利なんじゃないですか、まあ、落ちにくいからね、うん、マッシュ空気読めねえな、そういうとこだぞ。マッシュは逆に当てない方が美味しかったんだよ。あ、なるほどね。マッシュは魚群で騒ぎすぎだぞ。それは330もハマってますからね。江戸先の珍獣ね、あー、コテピーね。魚群あたりが見せ出てるだけでもいいじゃないですか。こじこじ堀を外す放送もガノーリに山ちゃんね。お、あー、出た。アツロクさん、ダイエット名目で今年は久々にカラオケ配信してください。関係ないな。うん、あちゃんとあんじゃんね、24時間マラソンみたいな、扇町から横須賀まで、あー、遠いな、遠いな。タバコやめたら食欲増すって言うよね、うん、マッシュ沈めるぞ。なんでだ、うん、トータルのあたりで言うと4回したい、はい、よし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 、サムも出ないし、設定したなんか何も出てない、設定した何も出ないですね。来るか、お、7か、あ、え、魚群が外れた。お、おっつって。プーテン長しか当たんねえなと。お、違う、当たってる。あわ、ダイエットしてるあっちゃんの横でケーキとか食べていいですか。全然いいですよ。おお、よしよし、あなたー、結構違ったね。さっきの何やったんや。よくできました、マッシュ。いや、ありがとうございます。カラオケは腹式呼吸なら結構カロリー消費する。ああ、腹式呼吸とかできない、うん、やれって言われてもできない、うん、だから当てるなよ、マッシュ。マッシュ5とやめろ、そういうとこだぞ。5と。でもあれですね、プー店長の方はその ST 中は
全然当たってない当たんないっすね。なんだおー10ラウンド来た。10ラウンド薄いとこ引いたね。 8%やったちょっと店長今薄いところって言ったらちょっと受けちゃいましたね。どう目がいっちゃいました。違う違うそういう話してる違う。あマジで設定わかんないね。わかんないね。わかんないっすねこれ今のところ、うん。あとね一番好きな食べ物なんですか。それを禁止にして1キロ痩せたら1回食べる。一番好きな食べ物ですか。僕やっぱ粉物がお好み焼きたこ焼きとかすごい好きですね。うまいですね。魚群が外れて泡が当たるって一体どういうことなんだよ。それは俺が聞きたいぐらい。薄いとかいうレベルじゃないもんねマッシュは。そうだね。もうまっさらな広大な大地が生まれてるからそうだね。うん、昔友達に言われたことあるんですよね。なんで？あのマトリックスでなんかミサイル下げたみたいな頭してる。こうこううわーってこうなんかこう反り返るやつで上だけシュッていったみたいなね。そうそうそうマシさん薄いところをちょっと画面に映してもらえますか。薄いところですか。こっちの薄い方ですか。こうやって堂々といじれるハゲって珍しいもんね。ハート普通ですね。ハート普通ですね。何も起こらないですね。あとさっきからリスナーが何を提案しても膝が心配とかできないとかばっかりで痩せる気全然見えない。だから僕のできる範囲ではやってるんで、まあ、結果はついてきてないんですけど、設定が一番上だとマリンちゃんがマッパで出てくるって演出ないです。マッシュ300ハマったんだから喜んでる場合じゃねえぞ。どういうこと。あこれ何も出てないからいいんじゃない。いたどまる、いたどまるか走るか、そうじゃない。 ST 中確かに手前か手前かこれ。あービーターのマリン、うまいね。連チャンさせるね。マッシュ頭はタオルで磨いてるんですか。タオルで、そんな坊さんみたいなことはしてないけど。マッシュ男性ホルモンがグングンなんだからね。まあそうですね。まあまあ結果的にはそういうことっすよね。8% 引くならサムも出してほしかった。確かに何も言えないそれは。仮にさっきの魚群が当たって設定6だったら設定した画面が出てたのかも。なるほど。あっちゃんができる範囲でやってること、砂糖抜く。ないか。衣装を変えれる。あ、そうなの、うん、あ星だ、星だ星、2回目、ね、2回目ですね。高設定かも、しさですね、これ。まあでもそれぐらいだったら多分設定関係なく出そうな気がするけど、わかんないですよね、この辺は。確定演出ではないです。そうですね、マッシュ、サム見たい。サム見たいね。でもこの海打ってると、うん、さっきまで残り100だったわけじゃないですか、うん、当たったとはいえ40になったのがちょっとつらい。あ減ってるのがね。気持ちの問題なんですけど、この人。おお、めちゃめちゃ連チャンするね。これで4連チャン。300ハマっただけあるね。すごいすごい。感動がすごい。取り返そうという。うん、はい、お当たりでーす。マッシュはハゲちゃうねん。マッシュが前進するたびに髪の毛が追いついていけないだけやねん。どっちにしてもマッシュの髪の毛はろくでなしやねん。いや逆だから、うん、この髪の毛たちはもうすごいエリートですからね。あ大井町であっちゃんに会ったことあるけど実際見たら思ってた以上にお腹が出てた。そうですね、出てますよ。背もそれなりに高い、うん、ほらプー抜けたら抜けたで騒げって言ってたろ。いっぱいサブゴになってる。マッシュの方はレフ板ついてるから台が明るく見える。圧力も痩せないと沈めると無理か、浮いてきてしまう。さっき店長のも星出てたよね。星出てました、星出ました、今ね。砂糖抜いてるだけ。お米はあ、音符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 なんだっけ音符なんだっけ音符なんだっけ音符さらに上でしたっけ。音符の方が良かったような気がする。なんか音符言ってましたよね。あ、高設定ほど出現しやすい。でも確定じゃない。じゃあ星の上位互換ぐらいっていう認識ですか。そうですね。なんとも言えねえねえな、それじゃ。よし、あとは身近なところから始めよう。まずは MC 中は立とう。なるほど。立つ空気椅子みたいな感じで。赤い真珠当たる。どう当たるかな。
当たり。ああ。ね、から100キロとかわからない。プー店長抜けたわよ。うん、もう。あ、抜けたわよ。当たったわよ。そう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 。バリエーションをこれから言っていこう。練習していきます。うん、じゃあマッシュの時短が抜けたら終わりにしましょうか。はい。はい。いい流れの海になってきたわね。そうですね。圧力は仕事中以外はささくって転がってるだけだもんな。痩せれないよな。それパンダ。うん。でもここはね、SD 中じゃないから合わせなくてもっていうところ。うん。うん。わからない。蒲田放送であっちゃんが倒れたときびっくりしたよ、椅子壊れたやつ。そう、あの蒲田で、あったんですか、パイプ椅子に座ってたんですよ、あの蒲田店のね、はいはい、お借りして、あの壁際の島だったんでね、そしたらあのガダーンってこう崩壊しましたね、パイプ椅子で、それをですね、ムック店長がですね、その時ね、放送出てたんですけど、もう急いでカメラを僕に向けるわけですよ。激シャッ。じゃあマッシュ夏までに腹筋割ろうぜ。なるほど、うん、頑張りましょうか。じゃあ、うん、プーテンちゃん、もうタイガー小林って呼んでもいいですか。違う人だよ。違う人だよ。今設定付きで海出すのは地中海だろって思ったけどな。あ、地中海ね、ペリカンのやつか。アトロクさん打ってる時は食事休憩しますか、それとも全然立つか。食事は基本食べないです。あとはキコーナーのパイプ椅子を壊すチャレンジをやってるんだよね。チャレンジはしてない。お、ぎじってるよ。店長もいいですよ。おお、もう一回ぎじったら、あ、リーチか。お、来ましたよ。はい。じゃあ最後の最後に、あ、マシュマは身長と体重実際どれくらい。173、96ぐらいかな、多分。マシュ、自分の台の設定予想を発表して外れたら罰ゲームだね。あ、ちなみに僕は知ってるんで。そうですね。僕は言っちゃダメなやつ。ギャル曽根ちゃんや大食い配信してる女性はとても痩せてるのにね。あ、でもそんな体質だったらよかったね。あの、食べても太んない人本当に羨ましい。羨ましいですね。いや、本当を引き戻さないな。お、店長ある、お、ある、お、お、あそこさんも加熱式しか吸ってないの。吸ってないダメか。お、ここで来るか、リーチ。お、あ、マンタは来たけど、お、お、先読みが、お、ま、いいんじゃないですか。マンタからの泡、うん、からの、からの、あれ、あ、クラゲなし、はい。じゃあこれ外れたら終わりにしましょうか。そうですね。あ、うん、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。